ナビが壊れて車が動かなくなるかも。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は5月の30日に日産さんのセレナなどからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはナビの制御プログラム。現代の車にはバックするときに車の後ろや周りの状況を画面に映してくれるものがあります。いわゆるバックアイカメラだとか、アラウンドビューモニターだとかいうものですね。周りの状況が分かりづらい、ちょっと大きな車にとってはかなり便利な機能ですね。ところがこのナビの制御プログラムに問題があり、左後ろのカメラ映像が見られない時があります。さらに一部の車はこのバグが原因で通信エラーを起こしてしまい、エンジン E パワーシステムが動かなくなる、つまりまともに車が走らなくなるので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなプログラムのアップデートですね。対象車種は日産さんのアリア、セレナ、エクストレイル。2021年12月17日から2023年11月17日までに製造された85,845台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか？セレナなんかだと車のサイズが大きいので周りが見えないと事故を起こすかもです。必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は、鈴木さんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。